こう成長期によって勢いが伸びている会社というところに属することがこう自分自身の成長につながると思っているので、ここが見えない人は、うん、多分一緒に働けない。パンチラインが全然ないから、うん、300人学生の塊がいた時に自分が1位だって言えることっていうのは何でしょう。どうもしゅんです。こんにちは。今回は内定の登竜門企画なんですが、就活生の方に大人3人の方が相談に乗っていただくという企画になっております。オープンアートを運営している、代表の大沢と申します。本日よろしくお願いします。ニュースピックスをはじめとした、ビジネスコンテンツに MC を、しております、奥井奈々と申します。よろしくお願いします。エンタメ業界のコンサルティングをしてます、さくらしの池上と申します。よろしくお願いします。ちなみに就活の今の状況とかって軽く伺ってもよろしいですか？はい、就活の状況で言うと、まあ、今一社の内定をいただきまして、うん、まあ、そこはい、まあ、なんですけれども、はい、自分のこう納得内定っていうところではまだないのかなと思っているので、うん、まあ今最終結構手前のフェーズが多いんですけど、はい、今現状進めているという形で、めっちゃ優秀じゃん確かに早いですよね。早いですね。望んでいた業界なんですか？外れてはいるかなと思うんですけど、うん、その自分の働く環境としては全然いい環境だなと思って。何業界なんですか？その業界は一応メーカーさんです、ね。うまくいってるんですね、結構就活は。いやでも、ね、落ちてはいます。二次面接とかで落ちちゃったりとかもあるので、はい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 、順風満帆という意味では全然ないんですけど、うん、ちなみにどういうところは落ちたとかってあるんですか？はい、日本代表するメガベンチャーのサイバーとかですか？あ、そうですね。あ、そうなんですね、はい、受かりそうなのね。落ちました。自己 PR をお願いしてもよろしいでしょうか？はい、つかまりました。はい、はい、私の強みは目の前の課題に対して自分の仮説を構築し、それを臆することなく実践に移す実行力であると考えています。これを裏付けるエピソードとしては、先ほどもお話しした長期インターンのエピソードを一つお話ししたいと考えています。私自身はアパレルクライアント様の SNS プロモーションを担当させていただいて、その中で直面した課題としては、プロモーションの施策効果の低迷といった課題がありました。私はこの課題に対してこう、自分なりの仮説を構築したというところで言いますと、社内で使える、数値的なデータというところと、あとは SNS のプロモーションだったので、実際に、インスタグラムだったんですけれども、そこでこうユーザーのインサイトっていうものの分析をしまして、こういった定量と定性の分析をもとに自分なりの仮説っていうものを構築して PDCA サイクルを回し続けました。以上の結果として最終的には3ヶ月でクライアント様の月間商材売上を2倍増にすることに成功しました。以上のことから私自身は目の前の課題に対して自分なりの仮説を構築して、それをこう実行に移す実行力が強みであると考えています。以上です。就活の軸みたいなのがあったら、何でこう会社を選んでるとかあったら教えてもらっていいですか？はい、就活の軸は大きく分けて2点ありまして、まず1点目が成長環境っていうところを考えています。自分がこう最前線でこう意思決定をできるっていうところと、その打席を詰めるっていうところ、あとはこう成長っていうところで言うと、こう今やっぱりこう伸びきっている会社というよりかは、今まさにこう成長期にあってこう勢いが伸びている会社っていうところに属することがこう自分自身の成長につながると思っているので、そういうところが1点目になります。で、2点目で言うと、人の金のマネジメントを5年以内に早く身につけられるような環境っていうところで、先ほどの成長環境と少し重複してしまう面はあるんですけれども、自分がこう早期の段階マネジメントをできるようになりたいと思っているので、以上2点を考えています。ずるいんですけど、もう1個だけいいですか？はい、もちろん。なんでそんなガッツあるんですか？そうですね、結構昔から私はこうピアノだったり、吹奏楽、音楽をやってきたんですけれども、結構負けず嫌いというか、他の人よりもこうやっぱり上手になりたいみたいなところが強かったので、そういったところが今の上昇志向っていうところにこうつながってるんじゃないかなと考えています。分かりました。企業目標があるというふうに最初お伺いしたんですけど、どういうふうなことを起こしたいのかを聞いてもいいですか？具体的な事業内容としては、まだ学生っていうところでやっぱり消費者の視点しか持ててないので、結構通信寄りにはなっちゃうかもしれないんですけど、やっぱりその社会課題をこう何かビジネスの力で解決したいと思っていて、
具体的な社会課題でいうとサステナビリティとかに興味があるので、まあ、そういう環境問題だったりとか、もう一個また別の観点でいうと私はウェルビーイングっていう領域にもすごい興味があるので、最近だと子どもの自殺率が日本高いっていう問題があったと思うんですけど、なんかそういう精神的な幸福度をこう何かビジネスじゃないんですけど、そういう力で解決できないかなとは考えています。今行きたい会社って何人受けてて何人受かる感じなんですか？多分1万ぐらいですね。1万、はい、その1万分の30ってことは、まあ、300分の1ぐらいですかね、うん、300人学生の塊がいた時になんか自分が1位だって言えることっていうのは何になるでしょうか？先ほどの自己 PR の述べた実行力っていうところかなと思っていて、答えのないこう状況に対してこう自分が先頭に立って仮説を立ててこう周りをこう巻き込んでこう解決に導くっていうところは自分は長けているのではないかなと考えています。せーの、おー、バツバツ丸という意外ですね。バツと丸、あ、バツと丸ちょっと隠れてるぐらい、あ、もうちょっと聞きたい、もしもしちょっと現状だとバツか、ね、そう、現状だとバツです。二択だったっていう、そう、二択だったんです。池上さん意外ですね。なんか絶対罰だと思ってましたね。今とこだって減点する要素なくないですか？うん、なんでこの後めっちゃ出て罰かもしれない。私面接官したことないんでこんなおはれことなんですけど、コンテンツを作ってて MC してる側としてパンチラインが全然ないから、うん、どこに山田さんの軸があるのかが、うん、まあ、成長したいとかサステナブリティってあったんですけど、結構それってみんな言ってることだし、うん、でも社会に貢献できない仕事なんてないから、山田さんのキーワードとかがあまり見えなくて、ちょっともうちょっと聞きたいっていうのもあったし、まあ、整理ももうちょっとしてきたあのできる要素もめちゃくちゃあるので、なんかポテンシャルにかけて×だけど、もっともっと聞いたら丸になる可能性はもう十にあります。 100% どこでも合格するような実績だったり、話し方もうまいしロジカルだし、だからいわゆる就活テクニックにある、数値にちゃんと入れてるとか、うん、短い時間で何を行動して成果を出したかとか出してるんですけど、うん、山田さんのこうなんかそこにある部分があんまり見れなくて、僕もうちょっと聞きたかった、なぜ負けず嫌いなのかとか、うん、ピアノをやったっていうのが分かるんですけど、なんか負けず嫌いだから経営したいとかだと、多分そのうちどっかでなんか別に負けてもよくないみたいな、自分の中で勝ってればよくないみたいな瞬間とか来た時に心が折れちゃったりするんですよ。なんでそんなに頑張れるのかとか、何に対してこんなに若くしてインターンに行ったりとか成果出してるかっていう、なんかもうちょっと就活テクニックじゃない、なんか山田さん多分すごい素晴らしい人なんで、うん、なんかそこにある部分が見たかったんですけど、うん、見れなくて、僕がなんか仕事する上でここが見えない人は、うん、多分一緒に働けない、短期的には活躍する人なんですけど、うんうん、オープンアーケード採用するなって思ったんですけど、うん、オープンアーケードマジで社会課題難しいところにぶつかってるんで、うん、大きい壁も来た時に折れちゃいそうかなと思って、うん、なんかそこが見えなかったっていうところですね。すいません、厳しいこと言って、はい、超優秀だと思います。いや本当にチャット GPT っぽいですね。あ、今のところ優等生、サムネ狙いに来ました。パンチライン意識、パンチライン意識、奥さん言われてパンチライン意識してます。こっちが成長しちゃった。山田さんの今の悩みちょっとお伺いしてもよろしいですか？はい、私自身が将来起業っていうこれも選択肢でしかないなと思うんですけど、そういったところを見据えた時にファーストキャリアでどういった会社をこう選んでいくのがいいかっていうところに今自分の中ですごい悩んでいるといった状況になります。ウェルビーイングと SDGs とか確かにいいなと思いつつ、僕本当に1ミリも興味ないというか、そのなんか将来的に考えなきゃいけないなとは思ってるんですけど、うん、本当に思ってるのもとしてはすごいなと思ったんですけど、どうですかそのあたりは？僕はでも今の話一つ見るポイントがあって、うん、本当に SDGs とか興味あったらまずペットボトル飲まないんですよ、うん、だからマイボトル持ってると思います。あ、はい、私今日持ってきました。で断るはずなんですよ。いや私自分で持ってるんで、あ、ね、行動するって多分1秒でできるんで、本当に興味あればもう行動しまくってるはずですし、うん、学生企業とかもできるじゃないですか、はいはい、なんでしてないんですか？
できるとは思うんですけど、うん、なんか自分としてはまだまだ未熟者だなって思っているので、なんかやっぱり今こう成功しているような会社さんに入って、そこでまあ成功体験をこう盗むじゃないんですけど、うん、なんかそれが自分の本当に成し遂げたいことをこう実現する一番の近道なんじゃないかなっていうところで、うん、まだ時を待っているというか、うん、今じゃないのかなとは思ってます。起業した人のファーストキャリアって結構最近聞かれて、なんか僕もいつも悩ましいんですよね。多分人によって違うなって感じで、山田さんの場合はなんとなくビッグフォーコンサル行って企業の新規事業のプロジェクトに入り、でそのビッグフォー資本のベンチャーキャピタルみたいなところに行き、でその後起業みたいな感じがします。うん、それって結局事業会社に就職したとしても、自分が例えば事業責任者とかになったらそこの意思決定でできるんじゃないかなって思ったので。いや、私はもう成長できるかできないのに自分次第なので私関係ないと思います。まさにとにかくビッグになりたいです。確かにこいつやばいぞ。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。